して。皆さんこんばんは。真夜中のノスタルジーラジオホリデーのお時間でございます。取り留めもない会話、気持ちのいい生活、ラジオホリデー今夜も始まりました。私、初夏で写真家の富永康弘でございます。中野に生まれ中野に育ち中野を愛して45年、メイドイン中野こと写真家の富永康弘でございます。初夏で写真家の富永です。今日はね、素敵なパートナーがここにいますので紹介したいと思います。愛称はイギリス製の鉄カブト音楽家の森昌司くんです。森昌司くんどうぞ。はい、こんばんは。音楽家の森昌司でございます。よっ、イギリス製の鉄カブト森昌司くん。飛ばしすぎで失礼いたしました。音楽家の、皆さんこんばんは。音楽家の森昌司です。はい。好きな言葉は蜂蜜ロケットです。蜂蜜ロケットですか。はい、なんかの隠語なんですね。違います。私好きな言葉はこんばんはでございます。はい、こんばんは。始まりました。本日も厳かに始まりましたね。厳かに始まりました。寒さに負けず始まりました。はい、寒いけれども始まりました。本当もうね、年明けからが本当の冬なんですよ。そうだよみんな。ね、知ってた。はい。人の足元見てんじゃないよ。と思いますが、私ね、うん、足元見てるんですよ。ほら。おばあちゃんとかの足元見ちゃうんですよ。悪いでしょう。心配だから。いや足元がおぼつかないから。おばあちゃんが時々、はいはい、スニーカーとか履いてるじゃないですか。うんうんうん。僕あれを見ると、はい、90%、はい、息子か孫が買ってくれたのかなと思っちゃうんですよ。うん、あ、うんうん。孫じゃないですか。孫かな、うん、お誕生日だからこれ歩きやすいよってね、うんうんうん、あらおばあちゃんこれの初めて履くわってね、うん、軽いわねーって言ってね、歩きやすいわって、うん、いっぱい歩かなきゃってね、何その優しい根はね。思うんだよね。思います。はい、はい。世の中は優しさに溢れてるって話ですか。あ、そうですよ。愛に溢れてます、ね。はい。何これ。助けて。はい。今日はなんかトークテーマありますか。はい、ありません、ありません。ないんですか。ないですね。ああ、でもね。はい。無理やりこじつけました。はい。森昌司くんね。はい。はい。はい。森昌司くんってギタリストじゃないですか。うん、ええ。ギターを、はい、できるだけ手に持ってようと思った時期ってありましたか。ありますあります。はいはい。日常生活の中でできるだけギターと触れ合ってようと思った時期ってありますか。トイレに持ってたこともありますし、はいはい、ギターを抱いたまま寝たこともありますよ。あ、うん、かっこいいじゃない。すげえ、そういうぶりたかったんですよ。ぶりたかった。そんな正直に言わなくていいミュージシャンっぽいことしたかったんです。いや正直に言わなくていいから。でも怒られない？ずっとギター弾いてると、うん、まあ、例えばその時の彼女とかに、うんうんうん、ねえずっと翔ちゃんギター弾いてんだね、うるさいんだけどって言われたことないの。電話をしてる時に、はいはいはい、まあ膝のところにギターを持ったまま電話をしてて、うんうん、で、普通に会話してるんですよ、うん、でもなんか何の気なしにポロンって弾いちゃう時あるじゃないですか。あ、でその時に、うん、いや全く別のことをしてるイコール、うん、話に集中していないっていう風に見なされて、うんうん、すげえキレられたことあります。あ、もう本当はねその頃にもなるとギターと森昌司が心身一体となって、うん、別に、ちょっとおでこをペタッと触ったぐらいの、あれそんなことしないか。そうだから本当に別に何気ない仕草の一つだったわけね。そうね、頭かいいなでポリポリって書いたぐらいな感じで、うんうん、ギターポロンってコードの一つも奏でたところはぁみたいになっちゃって、うん、あんた私の話聞いてないのって。そう客観的に見ると僕あれ、うん、あれをああいう人を見ると、はい、
彼女とかに怒られるんじゃないかと思うよ。あれそう怒られましたよ。だからずっとギター持ってるミュージシャンっているって言うじゃないですか、うん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 、アルフィーとかにいそうだなでなんかこう話がさ、はい、ちょっと暗い話になると、うん、プルルンとか悲しいメロディー奏でたりしてもういや森さん それはね話聞いてないですね。それはね、うんうん、それは話半分ですね。それ話半分ですよ、ね、うん、そんなことが言いたかったわけじゃなくて、はいはい、道具とですよ、うんうん、己とかですよ、はい、一体になる感覚っていうのは道具使いにとってはすごく大事なことでありますよね、はい、そうですね、はい、カメラとか筆とかカメラとか筆もそうだけど、うん、自分の身体の一部であるかのように扱えるようになってこそ、はいはいはい、うん、その道具が馴染むと言いましょうか。そうですね、はい、ギタリストは特にそうじゃないか。まあそう俗に言う竿物って言われるねギターとかベースとかの人はね、うんうんうん、そうですね。ね、うん、その昔ね、はい、木村伊兵というカメラマンがおりまして、はいはいはい、木村伊兵賞、伊兵賞の木村伊兵、はい、スナップの名手ですよ。はいはいはい、まあ、日本の写真界でスナップというものをあそこまで浸透させたのはきっとあの人ではないかろうか。でスナップ、もともとそういう手法ではあったんだが、うん、ある時フランスのですな、はい、アンリ・カルティエ・ブレッソンという人にですな、はい、木村伊兵がですな出会いましてな、はいはいはい、あのちっちゃくて機敏そうなカメラは何だと、あれはライカでございますと、はい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 、何あれがライカかと、はいはいはい、いくらするのだと、うん、これこれこれ万円です、うん、高っ、うんうん、となって、それまで持っておった、はい、カメラ機材を全部売り払って、はい、木村伊兵といえばライカ、はい、みたいな感じになるわけですよ。はい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 、軽快さと、はいはいはい、小型なコンパクトさが、うん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 、まるで心身一体となって、うんうん、木村伊兵ミーツライカなわけですよ。はいはい、もう取り回しもいいし、取り回しもいいし、うんうん、音もちっちゃいし、うん、ね、そういうのが、うん、道具を身につけるということだとするんだ、うんうん、するならば、はい、逆に土門拳という人はですね、はい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 、はい、ものすごい不器用な人だったらしくて、ええ、土門拳といったらもう逆にもう大盤ですよ。はいはいはい、はい、しのごとかね、はいはい、ああいう、うん、でっかいふうにもうほんと機動力のない、はいはいはい、もう仏像とさじーっと見つめ合って、うん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 、そのくせ時々ピンボケがあったりするという、それもまた土門拳らしさではあるんですけど、はいはい、だって土門拳って最初ね、はい、まだカメラをそんなに詳しくなかった頃、はい、どこぞの大学の学生の写真を撮んなきゃいけなくて、はい、すげえ四苦八苦してんだ土門拳が、はいはい、うわーってね、土門拳さんどうしましたかと、はい、言ったらどうしても全員レンズの中に入らなかったと土門さん土門さん引くかレンズ変えるかしましょうって、ねね、その辺のね、下がりゃいいじゃんってその辺の武骨さにというか、はい、愛らしさがあってこそ土門拳、はいはい、土門拳ミーツしのごなわけですよ。土門拳さんね、うん、これね、弥勒像とかね、そうそうそう、ね、行ったことあるよ土門拳写真館、山形にあって、うん、そうなんですね。そうそうそう、でも結構あれですよね、お子さんの写真とかも撮ってるじゃないですか。撮ってます。あれはその炭鉱のね、うん、子供たちを撮ってるんですよ。あれってこう手持ちなんですか。あれ手持ちでしょ。ああ、うん、あれ手持ちでしょ。でもね、見つめ合ってる感じしますよね。そうそうそう、カイカシャじゃないですよね。そうそうそう、うん、こうすごくじんわり撮るというかね、うん、そういうスタンスですね。そう、そういうのが人と道具との出会いという話をしているんですよ。なぜなら、森くんが今日曲を紹介してくれるって言うからね。はい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 、なるほどね、はいはいはい、そう今日は、はいはいはい、今この道具の話で言うと、うんうん、あ、いけない、自作楽器を駆使されている、うん、はいはい、尾上さんという方が、尾上さん、バンド名ね、バンド名、うん、ワナナバニエンって言いまして、お、なんかと勘違いしそうだけどちゃんと違うんだね。そうで、ドラム、うん、ベース、ベース、うんうん、でベース2つ、そうベース、ベース、うん、でその尾上さんって方が、うん、あれなんだっけな、こう
プラスチックの車輪がぐるぐる回ってずっと弦を擦ってるんですよ。プラスチックの車輪、そのモーターは何なの？いや、あの手回しです。あ、手回しか。そう、はいはいはい。で音的にはだからバイオリンみたいな弦を擦ってる音がするんですよ。はいはいはい。でそれで結局フレットのない、うん、あのネックでそれでふんふんふん、だからちょっと2個とバイオリンを合わさったような感じの音をして、それにしかもエフェクトをかけまくって、うん、であとそのリボンコントローラーっていう、うん、手で触ったらウィーンってなって、うん、それをこうスライドするとウィーンってなったりとかする。まあシンセサイザー。形状は何？鍵盤。形状はいや、ただの黒い帯です。黒い横長の帯。帯です。あのソーラーパネルみたいな感じで。はあ、それも自作なんだ。そうです。でそれ触ると通電するんで音が鳴るっていう、だから原始的なシンセサイザーです。はあ。リボンコントローラーは、うん、その昔からある楽器ではあるんですよ。でそれを小野さんが自分で作ったっていう、うん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 、を駆使して、まあ、メロディーを奏でてる。わお。バナナバニエンという、これ本当に ね最高なバンドで最高な自作楽器です、うん、でその人たちにしか成し得ない、そうグルービーな音楽を、パフォーマンス、はい、あ聴いてみたい、じゃあそれでは本日の曲ですね、はい、バナナバニエンで唐揚げ。唐揚げ？唐揚げです。
だからインストだからね、そうインストだからなんともねそうそう、まあまあそこはあまりこう突っ込むところではないのかもしれない。そうですね、でもすごい変わってますなこれな、うんうん、ちょっと面白いね。そしてグルービー、そう、そしてちょっとプログレッシブな、そしてプログレッシブ、ねね、イギリス製の鉄カブトこれ何のこと、もしもしググってくださいみんなググってくださいとか、今日も素晴らしい曲を紹介していただきましてありがとうございました。いやいやいや、音楽番組でした音楽番組で、ね、ラジオホリデー音楽番組でしたっけ半音楽番組。最近でも全く言わなくなりましたよね。何を、音楽と野球と、あ、じゃあ音楽と写真と野球を、それツイキャスの頃のね、あれでちょっと好きでしたけどね。あ、じゃあ一回だけ言いますね、昔言ってた導入、音楽と写真と野球をこよなく愛する僕たちがお送りする真夜中のノスタルジーラジオホリデーです。うわー、さよなら終わったまた来週。はい、また来週。おまけのコーナーも聞こう。はい。